外省在任時のオーバウア・オット・オーバウーアは、オーストリアの社会主義者、政治家、社会学者、哲学者。オーストリアマルクス主義の代表的理論家で、領大戦艦期における、オーストリア社会民主党左派、ウィーン・インターナショナル及び、社会主義労働者インターナショナルの指導者である。出生地はウィーン。祖父母は、ボヘミア出身のユダヤ人で、父は、 実業家という経済的に恵まれた家庭に育った。ギムナジウム時代にはすでにマルクス主義の影響を受けて、その研究を始め、ドイツのマルクス主義理論士ノイエ・サイトに、論文、マルクスの経済強行理論を初めて投稿した。ウィーン大学法学部に入学して、哲学、法学、経済学を学んだかエムアドラーやレンガー、ヒルファディングラによる、 左翼学生サークルに参加、ついでオーストリア社会民主党に入党する。ナショナリタテンフラジウント大ソジアルデモクラーテ、1924その後バウアーはオーストリアマルクス主義派の理論家として社会民主党指導者 V アドラーから将来を職望されるようになった。1897年、社会民主党のブルン民族考慮制定をきっかけに党内あるいは オーストリアマルクス主義派の間で国内の民族問題に関する議論が盛んになると、バウアーは、レンガーと共に、同等の民族政策の理論化、体系化の作業を担い、1907年には、大著民族問題と社会民主主義を観行し、民族自治政策において二重帝国の枠組みの維持を前提に、属地的な自治組織に加えて、 俗人的な文化的自治の制度の導入を提唱する、いわゆる文化的イコール民族自治論の代表的論者となり、民族の本質を、領域、言語の共通性とみなす観点からこれを批判する、カウツキーやレーニンとの間で論争を展開した。また、同年には、社会民主党帝国議会議員団初期に就任すると、共に、道途を帰還し、 アルバイターザイトゥングの編集員になるとともに、党の理論史・闘争を創刊して、その編集に携わり、オーストリアマルクス主義派の理論活動の拠点とした。1914年に第一次世界大戦が勃発し、オーストリアハンガリーが同盟国として参戦すると応召し従軍する。ロシア軍の捕虜となり、 シベリアに送られるも、V アドラーの尽力により捕虜交換で釈放され、帰国し、この間ボリシェビキによる、ロシア革命の実態を目撃した。帰国当時のオーストリアでは、エフアドラーら党内サハによる、反戦運動が次第に、大衆的支持を獲得しており、バウアーはそれまでの戦争支持の態度を変え、エフアドラーら少数サハに合流した。対戦末期の1918年、 左翼民族綱領の起草に関与し、それまでの立場を若干修正して、国内少数民族の民族受血権を許容する姿勢に転じた。1918年末のオーストリア・ハンガリー帝国の崩壊から始まるオーストリア革命期では、今や主流派となった社会民主党左派の指導者として、 オーストリア共和国樹立に貢献し、キリスト教社会党との連立政権発足に、際しては外省に就任した。外省としては、バイマル共和政下のドイツとの合法を目指すが、ドイツ側の消極的態度とサンジェルマン条約の、合法禁止規定により挫折し、辞任、社会会委員会委員長に就任した。ここで、バウアーラ・サハは、ボリシェビキのように即時に、 社会主義革命により、プロレタリア政権を樹立するのではなく、議会政治による社会化を通じて、社会民主党の勢力を拡大し、将来の革命の機会を伺うという、待機主義的方針を取った。これとともに、彼らは、第一次大戦やロシア革命の結果として、労働運動、 国際社会主義運動がボリシェビキと修正主義派に分裂しようとする状況を憂い、これをなんとか再統合しようとする調整主義的立場をとり、ウィーン・インター結成の中心となった。その後、連立政権は瓦解して、社会民主党は政権から離脱、ウィーン・インターの企ても失敗に終わったが、バウアーは1920年から1934年まで、 社会民主党選出の国民議会議員となるとともに、1926年に採択された社会民主党のリンツ綱領起草の中心となり、改良主義とボリシェビズムの間に立つ第三の道としてのオーストリア社会主義の立脚点を明示した。これによりバウアーは、両大戦間期の社会民主党の事実上の指導者としての地位を確かなものとした。 また、ウィーン・インターを吸収して発足した、社会主義労働者インターでも、エフアドナーと共に指導的役割を果たした。1927年以降、バウアーは反ファシズムの態度を明確にしていたが、1930年代、隣国ドイツで、ナチズムの勢力が台頭すると、それと気を一にして、オーストリアでもファシズム勢力が力を増し、社会民主党との対立が激化した。 1934年、ドルフース独裁政権とファシスト組織、五国団の挑発により、バウアーの指導で、社会民主党はその民兵組織、防衛同盟と共に武装放棄したが、市街戦で敗北、政府から解散、禁止処分を受け、党組織は壊滅した。これにより、バウアーも、国外亡命と行く難の道を余儀なくされ、同年チェコに逃れて、 在外ビューロである革命的社会主義者グループの指導にあたり抵抗運動を組織アルバイター・ザイトング及び闘争の観光を継続した1938年のナチスドイツによるオーストリア併合に際してはこれを容認したレンナーを批判しドイツ革命を退治すべきであると主張したしかし同年ドイツがチェコスロバキアを解体し事実上併合すると フランスに亡命した。ここでバウアーは、ナチスの手から30万人のユダヤ系オーストリア人を救う呼びかけを発表したが、同年、新郎のあまり、パリのホテルで死去した。56歳没。ありがとうございます。